農活ライフレビューノート、嗅覚への刺激、それと海藻法、この2つを、組み合わせた認知症予防抑制に効果が出る、自分史ノートを開発しております。質問フォームがございます、はい、この質問に答えていく、ここに書き出していく、手の接触によってアロマの香りが自然に出てくる、そして、これを改装しながらアロマの空間を自然に演出していくことで認知症の予防と抑制を図っていきます。その絵はどんな役割があるんですか？昭和の懐かしい、昭和絵ですね。昭和の昔懐かしい風景画を各ページに配置しています。そのことによって、あの頃懐かしかったな、あの頃楽しかったなという記憶が蘇ってきます。